イスラエルのネタニヤフ首相は、パレスチナ自治区ガザ最南部の都市ラファへの侵攻に備え、ラファからの住民退避計画を提出するよう軍に指示しました。これはイスラエル首相府が明らかにしたもので、ラファでは現在100万人以上の避難民が暮らしていて、イスラエル軍が侵攻すれば民間人の犠牲が拡大する懸念があります。首相府は、 ラファにはイスラム組織ハマスの部隊が4つ残っているとして、これらを放置したままハマス壊滅の戦争目標を達成することは不可能だと主張しています。ただ、退避が実現するかどうか不透明な上に、イスラエルはこれまで退避先として支持した場所も攻撃しています。